本当にそれ早稲田レベルの単語なの。5つの説明なかったです。3つカットされてたんで、解説してくれってことですね。 D っていうのが離れる2010年の早稲田の整形に出てますね。そうで始まりました、もてつチャンネル。さあ今回なんですけども、 100% アピールちゃんで小倉優子さんが早稲田レベルの英単語を習っていたので、本当にそれ早稲田レベルの単語なのっていうのを話したいかなと思います。そしてね、多分番組側の配慮なんでしょうね。おいおいおい、前回森哲突っ込んでないじゃん、何にも。せっかく英語を取り上げてんのに毎回。なんでなんで、ちょっと今回はじゃあ突っ込んでもらえるようなトピックにするよって配慮してくれたんじゃないかなと思いますね。この5つのね、単語をね、語源が分かれば単語の意味が分かるよっていう感じで説明してたんですよ。でも5つの説明なかったですね。カットされてましたね。2つしか説明されてなかったですよね。で、語源解説3つカットされてたんで、分かりました、解説してくれってことですね。了解しました。そして早稲田のレベルなのかっていうのも説明します。自分が先生だったら教える教えないとかですね。そして本当に出題されてるのかっていうのも教えます。予備校講師も、元予備校講師ですけど、ちゃんとデータベース持ってますので、この2000年から2021年、去年までですね、まだ今年データベース出てないんで、までにこれらの単語何回出てるか調査しました。小倉優子さん答えられてたのかな、カットされてるか結局分かんなかったんで。はい、まず1個目の単語、セントピードですね。これ知ってますか。これもね、番組の中でも説明されてましたが、セントっていうのが100を表します。 The century って言ったら100年じゃないですか。で、ピードっていうのが足のことですね。ペダルで有名ですね。ペダルとか、あとはペディキュア、ペディキュアですね。足をケアするから、だからマニキュアって言ったら、マニキュアは手なんですよ。マニュアルとか言うでしょ。マニュアルとかね、言いますよね。そこから来てるやつ。100足と書いて、ムカデと読むので、ムカデですってやつなんですが、はい。ムカデ、どんだけ出たのね、はい。ムカデが出たのは、たったの5回。少な。神奈川大学、北里大学、兵庫医科大、早稲田大学、社会科学部。去年の社学に出てたんですよ。だから選んだのかな。2013年の東京農工大に登場してます。で、中がなかったのは早稲田の社学、あ、早稲田の社学って中ないんで。と、兵庫医科大ですね。この2つには中がなかったです。他のは、神奈川大に関しては、ムカデっていう風に本文中にもう出てました。他は中がありました。北里も農工大も中がついててムカデ。だからこの単語はいらないです。教えもしないです。だから早稲田大学の問題だったら、 Invertebrates, a group called arthropods that includes spiders and centipedes. Arthropods なんか知るわけないじゃないですか。 Invertebrate はまあ教えはします。最難関のクラスでは、まあ、トフルに出るんで、出てきた場合ですね。出なかったら教えません。無脊椎動物とかで、ここ spiders と並んでるので覚える必要ないですね。 centipedes。で、続いて be dehydrated って書いてるんですが、 be をつける必要は別にないんじゃないのって思ったけどね。 dehydrated っていうのが、まあ普段日常使うんだったら、もうなんかすごい汗かいて、もう暑いみたいなんで、もう脱水症状っぽいよとかっていう時に、 I'm so dehydrated とかっていうのは聞きましたね。実際アメリカ行った時に d っていうのが離れるですね。 hydro っていうのが水を表すよ。 hydrogen、水素ですね。ジェンの円は元ですからね。だからそれを説明して、脱水つってやると思うんですね。そうやってやってたと思うんですよ、実際。じゃあ、ディハイドレイトどれぐらい出てるのかって言ったら、26とかだったかな。で、出てたのは、早稲田で2010年の早稲田の整形に出てますね。で、見てると、まあ、青学とかもそうでしたけど、体の脱水の方ではなくて、乾燥の方の意味。乾燥したなんとかみたいな感じでね。ディハイドレイトポテイローズだったかな。確か。そんな感じで、乾燥したっていう意味の方で出てましたね。出れば教えるけど、別になんか自分から教える単語ではないですね。さらりというだけかなって思います。3つ目、deforest。deforest っていうか、deforestation ですね、出てくるのは普通。で、deforestation は出てくるから教えます。forest が森で、d っていうのがさっきやった離れるとか除去とかね、分離ってことですから、ね、森がなくなっちゃうから森林伐採っていう風に教えると思うんですよ。わかんないです。なんでカットされてたのかはわかんないです。私に任せてくれたのか、それとも、編集してて、ああ、わかってないな、これ。フォレストを知らなかったとかになったらね、成立しないですからね。で、ディフォレストめちゃめちゃ出ます。156回出てましたね、見たら。まあ、ただこれディフォレストとディフォレステーション混ざってるんで、で、ほとんどがディフォレステーションです。で、出てたのは、早稲田と教育の17年、で、社学の17年で2回しか出てないです。ディフォレステーションでも。ただ重要単語です、一応。英検とかでも使えるし。
deforestation は出てくると教えます。で続いて extraterrestrial ですね。これはまあ terrestrial が出てくるところで教えることはあります。私も早稲田のクラスとかで、でも取り立ててこれを紹介とかっていうのはしないね。で terrestrial っていうのが出てくるんですよ。見たら96回出てますね。あの extraterrestrial っていうのはあの検索が難しい。そもそも extraterrestrial って一単語になってるんで、多くがねハイフンがついてる時もありますね。であんまり extraterrestrial って言って名詞として大文字大文字で出てくるのはほぼないです。だから terrestrial っていうので出てきた時か、もしくは extraterrestrial っていう一語の時に説明することが多いですね。だから terrestrial っていうのがまあ大地とか地球ですよね。 territory とかっていうのも土地を表すじゃないですか。で extra 外なんで、だから地球外生命体 extraterrestrial っていうですね、うまくないなっていう歌がありますので、ケイティ・ペアリーのね、いつもそのケイティ・ペアリーの歌だよって言って、で、E.T. いたーいっつってやるんです。だって E.T. なんか知らないからね、今の人ね。子供たち知らないんで、ケイティ・ペアリーの方が食いつく人が多い。と、早稲田では2020年の教育に Terrestrial が出てますね。で、18年の人科に Extraterrestrial Life っていうのが出てますね。Extraterrestrial っていうのは1回しか出てないわけですから。で、早稲田の重要語ではないです。まあ、出てくれば教えるけどね。まあ、一時期宇宙系のやつはね、地球外生命体を探すっていうので、まあ、宇宙探索っていうのがねよく問われたことはあるので、長文でね重要語ではないです。はい、で最後が The Mediterranean Sea ですね。はい、 Mediterranean Sea もテラでつながってるので2つ Extraterrestrial とこの Mediterranean っていうので同じ語源なんで、まあ多分つなげて本当はやりたかったんだろうなと思いますね。 D がつながったりとか、もうこれ単語見ただけで、ちなみに私はもうね浮かぶんですよ、道筋が、ストーリーが。同じ英語の先生で語源を教える人間だから、もうああこういうストーリーなんだなっていうのがわかるんですけど。で Med だから真ん中ですね。 Middle とかと同じやつですよ。 Medium とかね、間、ミディア、メディアっていうのもそうですね、間に入っている。あ、大丈夫ね、ミディアムとミディアって同じ単語ですかね、もともとね。ミディアムの複数形がミディアでしたから。メディアって媒体って呼ばれますけど、ある情報が別の人に届く、その媒体となるものがメディアですから、媒体って真ん中にあるものですね。っていう話とかを僕はするんですね、よくね。だから地、大地の地ですね。でミッド、中ですから、だから地中海っていう風に出したと思うんですね。カットされてるから分かんないけど、どうなってたのか。同じ教師としてはね、スーッと出てくる。で、メディテラニアンシーは、まあ、うちの動画だと、ベテランチがね、一番いらない単語って言ってたやつですけど、過去60回出てますね。全然いらんと思うけどね、別に。シーってついてるから分かるんで、そもそも。名前だっていうの分かるじゃないですか。大文字になってるし、しかもシーって書いてあるんだから。だから別に重要単語でも何でもないです。今まで出てたのは21年の国際教養、21年の文学部、で、15年の文化構想を、02年の人科。多分このストーリーに合うので最近出た単語ないかなみたいなのでやったのかなと思ってます。でまあ早稲田レベルの単語かどうかは微妙ですね。どれもね別に重要語は1個もないです。まあディフォレステーションが大事かな、一番。ディハイドレイテッドはね結構ね注目ついてた。重要度つけるとしたらディフォレステーションと、まあ、ディフォレストになってるけど、まあ、そこが一番重要。で、あとは別に重要じゃない。で、難関大だったら自分はディハイドレイテッドも教えるし、テレストリアも出てきたら説明するっていう感じですね。ただ、センティピードとミディテレイニアンは特に触れるだけ。さらっと。っていう感じだと思います。はい。小倉優香さん、頑張ってくださいね。はい。語源は本当に役立つと思いますので、まあ、語呂合わせで勉強してたと思うんですけど、これからね、語源も身につけて、ぜひ、いろんな単語、難しい単語もね、覚えてってもらえればと思います。大丈夫かな？まだ単語とさ、漢字のテストばっかやってるけど、他のことをやってるのかな？文法とかやってるかな？ぜひ、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.